はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第307回でございます。今回のテーマが人前で話すときに大切にすることというテーマで喋っていきます。でおそらく学生の方でも人前で話すことって何かの発表とかであるじゃないですか。もちろん社会人の方もあるでしょうし、で結構その自分もね今ありがたいことに学校とかに呼んでもらったりとか会社でとかでね人前で話すこともあるので、そういった時になんかポイント教えてくださいみたいなのも言われるんですよ。なので今回動画でね少し喋っていこうと思います。ただですね、前提として私もともと今はもうあんま得意意識はないんですけど、人前で話すのがすごく苦手です。上がり症なんで緊張しいなんでね。でまあそういう緊張をすぐしちゃうとか、結構そんな得意な方ではなかったんだけど、だからこそこういうことを意識してやってますっていうのを、お伝えできたらなと思っております。でですよ、いくつかポイントがあるんですが、まず一つ目としてはですね、必ずチェックポイントを決めるっていうのをルールとして設けてます自分は。で、学校とかその会社とか、そうじゃない場面もそうなんですけど、その時間って毎回違うわけですよ。10分喋ってくださいっていうこともあれば、30分、学校とかはそうですね、学校に講演会呼んでいただけると、授業1コマ分なので、で50分フルで喋るのは自分質疑応答をしたいんですよ、どうしても。なので、30分喋るので後ろの15分20分を質疑応答にみたいなことが多いから、30分喋るとかもあるわけですね。で、例えば皆さん、学生の方でもね社会人の方でも、急に今からじゃあこれをテーマで30分喋ってくださいお願いしますって言われたら、焦りますよね。みたいな、どうしようみたいな、30分も喋れないよとかってあると思うんです。でもちろん自分もですね、今急に振られて、でもテーマによっては多分喋れるとは思うんですけど、30分って考えた時に、じゃあ喋るのはできても、その聞いてくださる聴衆の方ね、みんなだったら学校でさ誰かの話を聞くとかあると思うんで、話を聞く側の方が飽きずにというか、何かしら満足した、なんかよく聞いてよかったなって思っていただける話を今からいきなりアドリブでハッっていうのは、ちょっと難しいかなと思うんです個人的には。でなんでかっていうと、喋りながら何喋ってるかわからなくなることって、これが一番怖いの俺の中では。で皆さんもね、わかる方いると思うんですよ。喋ってるうちに何喋ってるんだっけみたいな。でこれは陥るとですね、その喋りながらそれを思うわけですよ。なんだっけ結局俺何が言いたかったんだっけみたいなってなっちゃうと焦るんですよね。で頭の中真っ白になってドギマキして止まるみたいなことが起こります。実は私これ講演会でもやったことがあります、かつて失敗してね。でそのためにチェックポイントっていうのがポイントになるんですが、つまりはですね、ここは伝えなきゃいけないっていう、その話が例えば30分っていう話す、そのじゃあなんだろうな、そのマラソンコースみたいな30分間で話す走るコースがあるわけですよ。で必ず通らなきゃいけないチェックポイント、だから話す内容としては絶対に伝えなきゃいけないところっていうチェックポイントをいくつか設けておいて、そこだけきっちり頭に入れておきます。人それぞれ合う合わないがあるとは思うんですが、全部30分の内容を覚えてそれ通りに喋ろう、つまり作った台本、自分の中で頭の中ででも作った台本をそのままきっちり喋りに行こうっていうのが合う方ももちろんいるとは思います。ただ、私は合いません。それがなぜかっていうと、そんなに覚えられないんです。単純にあの緊張、今でも人前に出ると緊張します、上がってしまうので、上がった状況であの冷静な時に考えた内容が出てこないんですね、そこまで。だからこそここは通らなきゃいけない。あとはスタートもそうなんだけど、スタートで話す内容は絶対決めておく、でチェックポイントを必ず決めておく、でこれも多すぎないようにします。チェックポイント2つか3つですね、多くても3つかなといったとこなんですが、そういうのを必ず決めておくといいです。おそらく学生であれば、10分とかだと思います、マックスでも喋る 何かを喋るとなった時に、であれば10分の中で必ずこれだけは伝えたいっていうものを2つぐらいチェックポイントを決めておいて、それを踏まえて練習します、練習するんです。でこの練習の仕方も質問をいただいたことがあるんですけど、自分はですね録音をします、ちゃんと。
はい、で10分喋ってって言われたら10分喋る内容決めますよね、チェックポイント込みで。でそれを、まあ、今だったらスマホとかで簡単に録音できるじゃないですか。だから自分の喋ってるのを時間計りながら録音するんです。でそれを何度も聞きます、何度も聞くんです。そうするとですね、まず、まあ、ちょっとこれは細かい、まあ、技というかというところになっちゃうんですけど、喋ってる声がですねずっと単調でずっと同じペースで喋る感じです。これはまあ失礼な言い方をすると、校長先生とか学校の先生の中ですぐ眠くなる話をする方はこんな感じです。ずっと同じペースで喋るっていうなってるとですね、まあ、聞き手は飽きます、何も残りません眠かったよねで終わっちゃうんですよね。じゃあそうじゃなくって、やっぱり最初にも言ったように聞き手側、聞いてくださってる方に何かしらを残さないと、まあ、みんながさだと人前で話すときは多分何か目的がありますよね、きっと。でそれを相手に伝えるために時間取って練習するわけですよ。だからきちんと相手に残るように、相手のことを考えます。でその録音する目的としては、自分が思ってる、こういうふうに喋ってるだろうなって思ったものと、実際に喋ったものは聞いてみると意外と違うんですよね。あれ、こんなに早口になってるのとか、こんなに淡々と喋ってるのとかね、があるので、そういったところを、まあ、確認するためにも、ぜひチェックポイントを決めて意識した後に、録音をしながら練習してちゃんと聞くっていうのをやってください。で、まあ、これが一番です。一番喋る上ではポイントになるというか大事になるかなと思います。で、あとはですね、例えばスライドってあるじゃないですか。よくなんか、ね、人前で話すときにさ、映像を出したりとか映像とか画面に出したりするでしょ。まあスライドっていうのはもうめちゃくちゃ大きな武器なんですよ。あれはなんで作るかっていうと、まあ、いろんな効果がある。もちろん視覚的に、聞いてくださってる方に情報を与えられるので、視覚が変わるから、聞いてるだけの状態から今ラジオでみんな聞いてるけど、ここに画面がつく、映像がつくと、画面がつくと、まあ、それだけ耳からの情報じゃなくて目からの情報も入ってくるので、情報量が多くなる。で飽きにくいんだよね。飽きにくくもなります、その画面切り替わるからっていうのと、そのスライド一個一個がチェックポイントになるので、今この話をするんだ、スライド切り替えます、次この話するんだっていう風にできるから、喋る上で、特に長い時間喋る上では道に迷いにくくなります。だからスライドっていうのは使えるんであれば使った方がいいです。使った方がいいんですけど、使いすぎると結局何が言いたかったのっていう情報があっちこっちに行き過ぎちゃうので、まあ、そこのバランスはあるんだけどね、まあ、それちょっと話すとまた細かくなっちゃうんで、スライドっていいんだよっていう話で今回はここで押さえておくんですが、はい、っていう感じ。まあみんながね、学生のみんながスライドを使えない状況もあるので、その場合はまあチェックポイントの方がやっぱり意識、簡単にやっていけるかなとは思います。でですね、最後にですね、一個これは自分が喋る時にすごく大事にしてること、大事にしてる考え方があって、さっき言ったように聞き手側、聞く人が何かを持って帰ってほしい。自分は学校に講演会行った時に30分喋りますよね。で、まあ、例えば勉強法とか、いろんなそういう話が多いわけですよ。結構真面目な話をすることがやっぱ依頼されるので多いんですけど、まあ、いろんなポイントを喋ります。結構4つか5つかは喋ったりするんですが、自分の中では1個持って帰ってもらうことが全てです。1個でいいっていう、5個全部持って帰ってもらおうっていうのが目的じゃないんですね。だからその聞いていただいてる方が何かしらを持って帰って、そしてそれを実際に行動してもらってっていうところまでが目的なの、俺の中では。で、だからこそ聞いてる人にいいもの喋らなきゃって思いがちなんですが、そっちに偏りすぎると力が入りすぎるんですよね。なので、まあ、よくバランスっていう言葉をすごく俺生きる上で大事にするんだけど、もう一個その逆です。聞き手側のためにっていうものと、もう一個逆は何かっていうと、思った以上に人の記憶には残らねえんだよっていう気持ちも大事にしてます。いいですか、思った以上に残らない。で、これを思う理由はいくつかあって、まず一個は全部残すなんて無理だって。30分喋ったものが30分全部記憶してくれるなんてありえるわ、いいんで、そんなことは。だからその欲張らない、あれもこれも伝えたいって思うかもしれないけど、本当に伝えたいのは何なのっていう、
のをちゃんと吟味して話全体30分喋ってるんだけど話の内容としてはシンプルなものに落とし込めていこう、落とし込んでいこうっていうのを事前にちゃんと準備しようねっていうためにまず1個思ってます。思った以上に残らないからこそで、もう1個は失敗したくないじゃん本番で、ね、恥かきたくないし、いい話だったなって言ってほしいし、でも失敗したとしてもその記憶も大して残らねえというふうに思うようにしてます。だから完璧な喋りをしなきゃいけないんじゃないよっていう、その自分のその講演というか喋るっていうこと自体のハードルを下げるんですの方が肩の力が抜けるんだよね。やっぱり肩の力が入ると早口になります。早口になると伝わりません。で、早口っていうのは早口っていう一個の単調なペースができちゃうので、だからこそ飽きるんです。聞き取りにくい、飽きる、早口って、いや苦痛だよ聞いてる側は。意図的に早口なのはいいんだけどね、ゆっくりペースの時と早口に喋る、まくし立てるようにね、その念押しで押していきたい時とかは意図的に早口に喋ったりしますけど、だからそういった意味で、まあ思った以上に残らないんだよっていう気持ちも大事にするっていうのをやってます。まあ、これが本当はもっとあるんだけどあるんだけど、これめちゃくちゃ悩んだんだよね。本当に悩んだ、なかなかうまくいかなくて、でいっぱい失敗したし、まあ、今でも本当ね、まだまだ全然大した話はそこまでできないんだけど、でもだからといって1年前の自分よりはやっぱり今の方がいい講演というか、いいことというか伝わることを喋れる自信がある。それはやっぱり練習をたくさんしてきたのと、あとはいろんなことをこうやって考えてきて工夫してやってきたので、まあ、ぜひね、学生のみんなも社会人の方もそうなんですが、シンプルに伝えれるようにしたらいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、本当は2人とかで喋ると一番いいんですけどね、2人ね、1人喋りが一番辛いんだよね。でもまあ社会人の方もプレゼンとかも1人がやっぱ多くなっちゃうし、学生も1人で発表って多いと思うので、ぜひね、まあ、発表する、人前で何かを話す機会があった時には、あ、チェックポイントって大事だなって、自分が何を伝えたいのかなって、それをちゃんとチェックポイントとして立てるっていうのを大事にして、まあ、話すのを組み立ててもらえたらいいのかなと思っております。はい、という感じで、今回のダラダラジオはこんな感じでね、すごく真面目な話をさせてもらいましたね。いつも真面目ですけどね、てへっつって。はい、ということでね、また来週何か喋っていきますので、よかったら次回の方も聞いてみてください。ではまた次回お会いしましょう。それじゃまたね。なんか終わりが違ったけどいっか。